三式 12cm 高車砲は太平洋戦争中の1943年に正式化された日本陸軍の高車砲量産された高車砲の中で1万メートル以上の高高度を飛ぶ B-29 に対抗できた数少ない高車砲である。約140門が生産された。第二次世界大戦に突入すると航空機が急速に発達し、 高高度での作戦行動可能な爆撃機が次々と登場した。これに対応するため海軍の技術協力を受け、艦船に搭載されていた89式1 2トル7広角砲を参考に開発された。14年式1 0トル高射砲よりさらに大きい光景となったが、それはなどの理由によるものである。光景は 原型の海軍砲が1 2 7ト、mm、ルであったのに対し陸軍では1 2 0ト、mm、ルのため両者に互換性はなかった。本砲は用地防空が目的のため固定式であり、それによりなどそれまでの野戦降射砲とは歴然とした性能差を持つ降射砲となった。戦後の米軍の調査資料によれば本砲の実用発射速度は 毎分15発となっている。三式校舎法は、東京、大阪、神戸や北九州の八幡製鉄所、軍需工場などの重要都市、施設、さらには南方最大の石油基地パレンバンにも配備され、東京に配備されたものは、高高度を飛行する P-29 を十数機撃墜するなど、噴戦した。しかし、数量を揃えることができなかったため、 大部分の降車砲部隊は依然として88式7センチメートル野戦降車砲、99式8センチメートル降車砲が主力のままだった。原村砲の方針原村砲の方向横浜環状北線の建設にあたって土壌調査が行われていた横浜市の小安台公園から2008年1月に方針が出土した。この方針は 千葉市の陸上自衛隊校舎学校校内に保管展示されている。2021年、東京都足立区の工事現場で、本法の本体部分は発見され、錆落とし等の整備のため陸上自衛隊の施設に移送されたと報じられた。ありがとうございます。